今回はキーポートのモカマルチツールを紹介します。こういったキーツールには珍しくてステンレス鋼材420が使われてます。普通こういったマルチツールはもうステンレスとしか書いてないものが多いです。これは420、10個のツールが付いてるみたいです。栓抜きにインチサイズのメジャー、ヘックスドライバーに糸切りカッター、そしてフラットヘッド。つけようと思ってるのはこのキーバーで、今つけてるツールがフラットヘッドのみです。一応ヘックスになってるんですが使ったことないです。フラットヘッドはこういう三脚のネジ回しによく使われてます。キーバーもフラットヘッド。あと一番よく使うのがこのアップルのトラックパッド。古いモデルは乾電池式ですぐに電池が切れます。フラットヘッドが必要です。ヒンダラーのピポット部分もフラットヘッドです。それでは開けてみます。後ろ開いてた。ツールとしてはこんな感じです。栓抜きにヘックスに、でこちらが糸切りカッター。糸切りカッター使ってみます。お、いける。さすが420という感じです。普通こういうキーツールの副部分は使えないんですが、意外と切れます。しかも安全です。フラットヘッドが残念ながら薄かったです。スクレーパーみたいな感じでした。キーバーは普通に使えそうです。動く。それではキーバーを分解して入れてみます。キーバーにインサートできました。キーバーにインサートすることはできたんですが、ほんの数ミリ長いらしくて、しっかりと収まらないです。ほんの数ミリ、これ以上収まらない感じ。危なくはない感じ。栓抜きも使えそうです。今まで使っていたのはこちら。キーバーがなくてもキーホルダーとして使うことができるツールです。こちらのキーバーはもうシンプルに家の鍵とツールのみです。あとホイッスルとナイトコアのティップ2をつけてます。散歩に行くときやハイキングのときに持って行ってます。キーバーはもう一つセットしていて、こちらも持ってます。シンプルタイプといろんなものをつけてるタイプ。本日はキーポートのモカマルチツールを紹介しました。420ステンレスを使ったキーツールです。